もういっそね、もう、あのー、変に営業時間とか縮めるぐらいだったら、もう、いっそ休ん,休んだらって、もう休業したらって思いますね。あのー、きっとく縮んだ分、なんか負けてくれんかってくれるわけでもないし、同じように、結果引き取られるわけだしさ、もう本当嫌になってね。はい、こんにちは、徹です。 昨日あのジム行く前に、まあ、なんとなくなんか飲食店でも、えー、営業時間短くしてるとか言って,帰言ってたからなんか嫌な予感がして一応調べたんですけどその時はそんな営業時間縮めてるとかそんな表示は見当たらなくてそのま普通に機嫌よく行ったら Twitter に載せたあの看板の <laughs> 置いてあってですね店閉まってたああもうと思ったんですけどその時は甘いのショックすぎて。あ,あの 9時っていう時間しか見てなかったんですけどそのふうにさらに1時間短い8時まであのマシンとかが8時までしか使えないってよく見たら書いてあって店そのいう今日店にいた時に言われるまで気づかなかったんですけどええー、と思ってうどうすんのと思って飯食って何してそんな無理だよと思ってもうあとか思ってね前、まあの動画でも言ったんですけど果たして営業時間を短くしたからといって感染を削減できるんだろうか昨日 あのそうとは思うんですけど、昨日たまたま似たようなこと言ってる人ね、うん、ツイッターであまん延なんて言われて、大阪出てたっけな、なんか奈良とか兵庫とか見たんだけど、大阪知らないわと思って調べてたら、あの名前は言わないけど、そういうことう、私と同じようなことはね、あの別に閉店時間早めだから、感染がしなくなる、リスクが減るのかなっていうこと、同じこと言ってる人いたんだけど、うん頑張ったんですけどね。うん ということで、ね、もう逆になんかストレスたまるな <laughs>。別のことでなんかしんどくなるけど <laughs>。ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。えー、バイバイ。